市民球場です。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の東明、対するドラゴンズの先発はルーキーの岡野、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。右の東明、マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、先頭バッターは岡林。背番号60。第5球投げました。これは引っ掛けた。当たり損ねのファーストゴロ。中川自分でベースを踏んでアウト。右バッターボックスは2番シエラ、モイセシエラ。背番号45。第4球を投げました。見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。バッターは3番ネオ、ネオアキラ。背番号7。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。投げました。外角低め、空振り三振。東明、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、2点を追いかけますドラゴンズの攻撃。この回のトップバッターは石橋。ストレートはストライク。第3球を投げました。3球目ストライク。追い込んで第4球を投げた。打った、流し打ち、ファールボール。第5球投げた。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。背番号4。投球これから4球目、外角低めいっぱいストライク。追い込んでから第5球投げた、外れた、ボール。投球はこれから6球目、直球空振り三振。4連続三振。右バッターボックスには武田。背番号56。投球はこれから3球目、外角低めストレートは外れてボール。投げた、あっと引っ掛けた。勝俣下がっていった、掴んで、これで3アウトになります。東明3人でピシャリと抑えています。2回の表が終わって2対0です。3回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは伊藤。第4球を投げた、打ちました、ファール。投げました、見逃しの三振。左バッターボックスは8番滝野。滝野かなめ。背番号51。第3球を投げました、まっすぐ見送ってストライク。追い込んでいます。投げました、ボール。次は5球目、打ちました、引っ掛けた。中川バックしていった、ライト前ヒット。滝野いいバッティングを見せました。バッターは9番三ツ俣。三ツ俣大輝。背番号37。第3球を投げました、おっと自打球。第4球を投げました、アウトロー、外れてボール。投げた、打ちました、ライト前に出る。ランナー一塁に戻ります。掴みました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、3球目空振り。ワンボール2ストライク、追い込んでいます。投げた、アウトロー、空振り三振。三振に切って取りました。3回の表が終わって2対0バファローズ、2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはシエラ。投げた、スライダーボール。投げた、打った、抜けた。シエラナイスバッティングです。バッターは3番ネオ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、打ちました、これは内野ゴロ。二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。石橋太。投げました、おっつけた、ファースト右横のゴロ。中川そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって4対0バファローズ、4点リードは変わりません。5回の表、4点を追いかけますドラゴンズの攻撃。先頭バッターは DH の藤井。今日の第一打ちました、あっと引っ掛けた。中川一塁キャンバス踏んでアウト。
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番武田。第1打席はファールフライに倒れています。第3球は打ちました。センター前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番伊藤。これが2度目のバッターボックス。投げました、ストレートはボール。第2球投げました、セーフティーバントだ。サード掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。透明、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは滝野。投げました、見逃し三振。透明ナイスピッチング。バッターは9番三俣。第1打席はライトフライに倒れています。投げた、ボール、アウトコース低め。投げた、打ちました、ファールボール。次は5球目、投げた、打った、これはショート正面、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って岡林。今日はファーストゴロと三振。投げた、直球空振り。投球これから5球目、打ちました、これも内野ゴロ、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。透明、この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって4対0です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはシエラ。投げた、ストレート、空振り三振。バットが空を切りました。バッターは3番ネオ。今日は三振とサードへの併殺打。投げました、初球空振り。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、打ちました、センター前進、ヒット。ネオ、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番石橋。今日は三振とストレート、外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。第3球を投げました、見送ってストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました、打ったに当たりだ、クリーンヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ドラゴンズ、ようやく1点を返しました。透明、ここは踏ん張れませんでした。うーん、なんとかしのいでいきたい。ピンチヒッターは平田に変わりまして、平田ピンチヒッター。第2球投げました、直球決まってストライク。第3球を投げた、肩のカーブ見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第4球を投げた、ボール。次は5球目、投げた、見逃しの三振。7回の表が終わって4対1。透明、とうとう打たれてしまいました。バファローズ1点差で逃げ切りました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は透明、西武はショーン。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただ